日も落ちたね、日も落ちたねっていうか、今日はさ、夕焼けもなんもなくて、雲が厚くてさ、見えなかったんだよ。市内の光が綺麗に見えない。ここはね、あれで帰ろ、ダメだ。あの長渕剛氏のさ、オールナイトのコンサートがあった場所だよ。見えなかったね、残念だね。もうちょっと綺麗に見えたらさ、いいんだけど。正面にさ、長渕剛のモニュメントがあるんだけど、わかんないよね、もう暗くてね、暗くてよくわかんないよ。しょうがない、帰ろう。もうね、6時だよ、6時。もう日も落ちてっていうか、もう日も落ちてるんだろうね、よくわかんないけど。今日は曇ってたんで、お天道様がさ見えなかったんで、日が沈むとかさ、そういう夕焼けもないしね。もう多分6時今、日の入りは何時なのかな、何時頃なのかな。でもこの暗さだったらもうあれだよね、日は落ちてるんだよね。さあ、あとね、フェリーに乗ったらもうあれだよ、鹿児島市内だよ、鹿児島市内だよって。桜島もね、今鹿児島市になってるんだけどね。だからあとフェリーに乗って市街地を抜けて家に帰るだけなんだけどね。まあ日曜日なんで多分すぐ乗れると思うんだけどね。連休とかさ、盆正月だとね、混んですぐ乗れないけど、今日はもう普通の日曜日だからね、すぐ乗船できると思うんだよね。左に曲がったら桜島フェリーのターミナルだよ。わ、結構並んでるな、結構並んでるね。ん？こっちに150円。どうするかな、現金で払おうかな。小銭を見てみよう。こんばんは。やっぱりさ、現金の方が早いよ、カードより。カード時間かかるもん。うわ、こりゃこりゃこりゃ。次の便に乗れるのかな、この今着いた、今着いた便に乗れるのかな。2階まで乗ってくれたら乗れると思うんだけどね。あ、でも2回乗してないな。
2回のしてないよ。1回だけだと無理だぞ。1回だけだと無理なんじゃないかな。今停泊中のねフェリーが今出て行ったんだけど、出て行ったんじゃなくて着いて今停泊してるのがさ、これが車を降ろしたらこれに乗せられるんだけど、こんだけいたらさ無理なんじゃない？2階まで乗してくれたら乗れると思うんだけどな。どうなのかな。今ずっと降りてきてるね。でもさ、ここの料金所さ、カードは時間がかかるよ。現金だとそんなかかんないけどさ、カードは時間かかる。やっぱり慣れてないからかな。現金でずっとやってるから、現金には係の人が慣れてるんだろうね。カードはカードと通したりとかさ、確認したりとかさ、手間がかかるのかな。ああ、まだ下船してるね。まだフェリーから車が降りてるよ。2階まで乗してくれたら乗れると思うんだけどな。1階だけだとちょっと無理なんじゃない？下船が終わったね。今から乗船開始するんじゃないのかな。乗船しだしたね。まあ一番混む時間帯は時間帯だよね、フェリーのね。2回も乗してるね。2回も乗してるよ。じゃあ乗れるよ、多分2回も乗れしたら乗れると思うんだけどな。どうなんだろう。それでもギリギリだよね、こんだけ待ってたら。バスは優先的に乗せるのかな。乗せないんだろうね。なんか無理っぽいな。2階まで乗せても無理っぽいな。無理だね、この便には。この便は無理だね。次の便が来たよ。前の今出たフェリーには結局乗れなかったね。こんだけ待ってると無理だよね。この今着いたフェリーに、下船終わったのかな。下船終わったね。今から乗船かな。これは2階は乗れないフェリー。これは1階だけのフェリーかな。2階乗れないのかな。あ、2階乗してるね。反映してここから乗らないといけないね、手前のね。2階だね。じっちゃんは2階だよ。
乗船終了。